ダイヤモンドヘッドは、イングランド出身のヘビメタルバンド、ノイスブームムーブメントから登場したバンドの一つ。商業的な成功を収められず解散したが、メタリカやメガデスラに影響を与えていたことで再評価が高まり、1990年代に再結成を果たした。1976年、ブライアン・タトラー、シーン・ハリス、ダンカン・スコットの3人でバンドを結成。その後に、 コリン・キンバリーが加わる。バンド名は、イギリスのギタリストであるフィル・マンザネラのアルバム、ダイヤモンド・ヘッドに由来する。1980年、アルバム、ライトニング・トゥ・ザ・ネーションズ・ザ・ホワイト・アルバムで、アルバムデビュー。1982年、野外ロックフェス、レディング・フェスティバルに参加。同年、大手レイベル、MCA レコードから、メジャーデビューとなる、セカンド・アルバム。 偽りの時をリリース。1983年、キンバリーとスコットの脱退を経て、サードアルバム、カンタベリーを発表し、ビッグイベント、モンスターズ・オブ・ロックにも出演するが、1985年に、解散。初来日公演スラッシュメタルバンド、メタリカが、ダイヤモンドヘッドのカバー曲を頻繁に発表したこと、等から再評価が高まり、1991年に、再結成。 1993年、10年ぶりのフォースアルバム、デスプログレスをリリースし、トニー・アイ・オミアデーブ・ムステインがゲスト参加。翌1994年までバンド活動を継続する。2000年、ブライアン・タトラーとシーン・ハリスは母国でギグを行い、2002年から活動を。2004年にシーン・ハリスが離脱するものの、ニック・タートが加入して、 翌年22年ぶりの 5th アルバム All Will Be Revealed をリリース。2007年 6th アルバム w h a t s in Your Head をリリース。2008年2月17日東京渋谷オーイーストで初来日公演。2016年9年ぶりのセルフタイトル 7th アルバムダイヤモンドヘッドを発表。2019年エースアルバム ザコフィントレーンをリリース。2019年7月時点。ありがとうございます。